りょうちゃん、こんばんは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 。こんばんは。ツイッターフォローしたってことは、ようやく認知されたのかな。あ、そう、そうか、そう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 。認知したよ。私は認知した。認知した。わかったよ、私は。合ってた、合ってた、合ってた。認知が合ってた。今日 TA 女子で物販行けなかった。そうだよ、すごく待ってた。今日行きたかったなんて、マジで今日、ほんとに待ってたよ、マジ。もうもうもう。もうもうもう。あなた安心して、一眠りして、起きて。あ!よかったわ。安心してくれて。朝日奈も安心した。コリー、ありがとう!やばくない?やばいね。ほんとに。ありがとう、今日、マジ。楽しかった。3週目の炊飯器からスタートですね。今日のライブお疲れ様でした。いろいろ楽しかったよ。ね。パンチしたわ。めっちゃ、りょうじのことパンチしました。スザムー!おはよう!お疲れ様。なんか今日、朝比奈さん、待ってるって聞いたから、会いに行こうかなって。なんか、朝比奈さんが待ってるって聞いたから、会いに来ようかなって。明日?つけの予約だけはしてたんだけどね。そうなの?ちょっと。ちょっと、ちょっと、ちょっとよ、ほんとに。会いたかった。会いたかったよ。え、じゃがちゃん次、もう。え、あれ?スペースオット?日曜日。土日。エイジアがスペースオット土日ありますよ、ライブ。あ、こんばんはー、ありがとう、お疲れ様、ありがとう。今日って何した、あれ忘れちゃったかな、これより。来月か、大阪に転勤になりました。マジ大阪、マジでもいいな、たくさんたこ焼き食べれる。声出しできるなら早めに行ってもらえませんから、この準備できる。え、ね、え、あのね、なんなら、なんか、朝日奈たちも、出番、ギリギリで知った。マジで。ね。なんでシャキ様のシークってそんなに俺好みなんですかね。え、これも好みでした。ちょっとさ、電波位置でゲットしてくれよ。いやー、トークボートしたかった。めっちゃしたわ。めっちゃしたわ。嬉しいわ。パンチ見たい、ほんとに見てほしい、キリ最強だから、ちょっと。いいよ、ほんとに。もう、あれだね。16だね。16、16。あ、僕の黒髪シュート、ありがとう。黒髪です。黒髪でもないな。焦げ茶って感じ。今日もお疲れ様よ。鈴葉もお疲れ様。いや、初見じゃないよね、ネイル。あ、あーめこんばんはこんばんは。さきちゃんとかには秘密にしてサプライズにしようとしてたらいけなくて草。え、マジで。ほんとにびっくり。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっとよ。もう、びっくりしたかった、サプライズ。じゃあ、じゃあ、可能性は、あ、おった?エイジア微妙?エイジアが15時から。スペースオットがまだ時間が出てません。ね、クッキーとお餅、どっちがいい?え、お餅。え、声出しできたの?ないと。そう、なんか、そう、そう、できた。あ、そうなんだ。サウピ自体が声出し OK みたい。へぇー、そうだったんだ。トークポートしたかったけど、物販中だった。あー、楽しんでたのね。何枠したっけ?お、すごい。たくさんした。声出し自体 OK だったのはショックだ。給料前すぎて。あ、給料前だったから来れなかったの?あ、見てた、どうも。どうもどうも、さきちゃん、
好きすぎてコーヒーこぼした。それは人のせいにするわ。それは人のせいにするな。なんで初見じゃないと思うの。え、あのね、初見って書いてないから。さきちゃんにキュンときちゃった。え、じゃあ会いに来て。会いに来ちゃって。サービスコール OK になったみたいだね。そうなんだよね、やっぱりサービス可能な箱なんだよな。え、ジョーちゃん行ったことあんだっけ。あはー、これより楽しかった、マジで。めっちゃめっちゃもうあのね、服を変えてくんのも面白すぎた。もう可愛い、しかも全部可愛い服なの。わかった、明日持ってくれ。やったー。え、あのクッキーも持ってきていいよ。クッキーも持ってきていいよ。うん、初見はね、初見だけどね、名前はね。じゃあ、さあ、いらないのに。それはね、とお初めましてしてからだね。あと名古屋の詳細出たら、うんうんうん、オッケーオッケーオッケーね。名古屋楽しみだわ、本当に。怪物、ヤッホーヤッホーヤッホー、元気かい。サーピじゃないよ、サーピ、あ、ないよ。池袋の箱行ったことない。あ、そうなの。あ、まあ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 、そんなイメージ。そう、なんかね、サーピちょっと変わってた。後ろのステージがなんか女の子の絵が描いてあって、で後ろの席がなんかゲストルームみたいな、ゲスト席みたいなのがあったんだけど、そこがなくなってて広い感じのあの場所になってた。に話聞いたら前からオッケーだったみたい。ああそうなの。そうか、そうよ。なんでありがとうサトシ。職場がなくなっちゃうよ。日本酒、ああ、職場がね、なくなっちゃうね。いや、日本酒飲めんよ。最近、初見って言うのや。はい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 。ぜひと、ゆきなが8枠ずつ他、4人が2枠ずつ。もう嬉しい。もうマジで楽しかった、ほんとに。え、でもさ、なんか、ね、あ、はじめましてじゃないよ。そういえば、コナン最近、あ、夢に出てきたの、コナン？朝比奈より先に？ゴッドの名古屋城になりそうだから、そろそろジャガード。あー、あー、ゴッドね。確かに。なんか、どんどんなくなってってるよね。北海道だっけ？北海道もうないよね、確か。全メンバーのパートを歌った。いやー、めちゃくちゃ可愛かった、歌声。もう羨ましいよ。なんでそんなに出てこないんだろうか。ほんとだよ。コナンに負けたわ。ちゃんとユキナも歌ったよ。あ、褒めてたね。え、池袋。あ、これ英語だって。あ、そうなんだ。ちょっと気になるね。早すぎるけど、さっき買ってた。あ、買っといた？あのね、もうめちゃくちゃさりげなく、なんか、そのラーメンのそれ、ね、ツイートを見て、え、めっちゃこれ可愛くない？みたいな。え、なんかこれいけんじゃね？みたいな話をしてた。そうですね。いやー。あ、福井のお酒は、美味しいよ。おかげで飲みすぎた。へえ、美味しいんだ。え、でも楽しそうだなーって思ってツイート見てた。あのね、でも朝比奈の地域乗ってたのめちゃくちゃ嬉しかったよ、あれ。ちょっと話があるので、1月行くわ。待ってるわ。さっきと。あー、そうだわ。これぐらいの長さ今。朝比奈さん、はじめましてじゃないよ。一瞬で考えたよね、朝比奈さん。だから、朝比奈って言ったら、え、朝比奈誰？え、あーってね。ゴッドじゃない。ゴッドミスった、本当に。そう、さきさんは出てこないのよ、本当に。出てきたいわ、そろそろ。一瞬夢に出てきたことはないよ、きっとその姉ぐらいですわ。
ああ、いや、楽しそうだね、その夢。聞いてた、聞いてた。あ、今度こそ、おばくろの入り、間違いないでしょ、そうだね。次ね、声出し現場があるときにね、さっきみたいな髪型しようかな。お、しなよ。しなよ、しなよ。おすすめ。ゴット。ゴットじゃないよ。ゴトウだよ。やば。キリ滑ってんじゃん。あれでしょ？他のさ、アイドルさんだっけ？の配信でさ、おでんの道、めちゃくちゃ恥ずかしかったでしょ？あ、さっき。しなよ。みーちゃんさん、16いくもん？じゃあちょっと16、8滴取ろう。誰じゃないよ、ジュン。ジュン？全然会ってないじゃん。いつ会えるのよ。さきちゃんのチェキ、お財布と。お財布の、なんかスマホカバーない。え、今日もね、電波位置ね、めちゃくちゃね、いいの撮れました。今日じゃないわ、昨日だ。昨日の電波位置、めちゃくちゃいいの送るから。もうね、もうお楽しみだけど。いや、言いたいな。言いたいな。フォルとかも覚えてる気がしない。ああ、確かにね。やっぱりね、先がね、やらあ、ねえ、なんだろうね。そう、朝日奈も、こよりが、つかないの。こよりだけがつかなかった、最後。なんか。ね、いきなりだよね。なんか途中までさ、全然ついてたのにさ、いきなり。あ、朝日奈だよ。これでも、おでん、キリーさんって呼ばれるんですが、まあ、どうしてくれるの？ めっちゃいいやん。このまま、そのまま突っ走っていこう。もうこれから、他のお友達にも、あ、私の名前、おでんの道になりましたって宣伝していこう。チャゲ行ったっけ？何を？やったー！みーちゃんだ！はじめましてできる。本当にそれに関しては本当だよ。本当よ。今日は夜勤明けで死んでた。本当にもう全くもう。あれだな、もう。明日だな。明日だな、ジュン。ちゃんと保管してくれてる？え、嬉しい。てか今日の祝賀じゃん。これは、これともいいやろ。調子乗りました。それは調子乗ってないんだよ。今日、あ、今日、今年最後のトークポートになるかも。てんてんてん。え？声聞いてびっくりしないでね。特徴ありすぎだから。え？楽しみです。今日、ダサい方のシャキと結婚します。あ、上司さん。僕の方が調子乗ってます。あ、調子乗ってますね、それね。しかも、ダサいっていうところがね、ポイントです。楽しみ、さきちゃんの時期増えてるから、チェキだ。うわ、嬉しい！何色？何色？何色？コバは。さきと相性悪いからできんですかね？ できんちゃうよ。やりすぎたってこと？いや。全然。もうこれはダブルで押すのは、さきさんになるわな、これはな。やった。ユギが一番だけど、それについてシャキさんあなたは、やった！今？やった！ やったな。はじめまして、おでんの道です。おでんって呼んでください。あ、キリ。 あれ、おでんあれだよ。今、ワンピースでやってる、おでん。おでん、今、やってるから。メンバー内で推し、ま、メンバー、だ、じゃ、メンバー内でしか推し、マシしないからな、どや。って言えば、発酵し。いや、
毎回勝手なようですけど。バレた。バレた、バレた。え、じゃあ、はい、次いつ会えるの？会える可能性あるの？あれ、もしかしてバレてるよ、正体。あれ、そうなんだ。でも、なんかもって言わなかったかもって言わなかったかなぁ。うん。あ、うん。ね、朝日のあのね、都合の悪いことはね、ちょっとね、忘れちゃうんだよな。あ、今日、あ、おとだむさんと、あー、そうなの？え、嬉しい、朝日奈の話題が出た。やった、ジーザース。やった。黄緑売ってなくて水色好きって言って、あ、なるほどね、だから聞いてきたの、好きな色。うん、黄緑も好きだけど、昔から水色の方が、そこがでもないけど、水色好き。24、25は気が向いたらいっぱい行くかもね。いや、待ってる、マジで。マジでよ。24、25はね、さすがにちょっとコスプレの方をね、している可能性が高いので、ぜひぜひ取りに来てください。チェキ自称おでんなあれの息子のあれね。あ、そう、あの、もともと苦手だったら好きになる。あれ、ああ、調子乗んだ。いいね、サトシ、いいね。確かに、嫌いだったはずのやつが、みたいなね。あるあるある。あるあるだよね。キリさんの USJ のデノゲ、調子乗らせてください。調子乗んな？うん。ライブ予定とか聞きたいけど、勝手にメモられるから聞かない。え？なんて？じゃん？ライブ予定言ってあげる。明日14日月曜日のレニーさんですね。じゃあ、ラクユです。あと16日水曜日、じゃあ、アルタキースタジオで、18日金曜日、あ、待って、間違えた、16日水曜日ね、で、18日金曜日、サウザンドクラブさんからのミントホールです。これはしごで、19がエイジア。ジュン、大丈夫？で、20日、日曜日がスペースオット。で、12月24、25がキースタジオです。で、12月27日がチェリガさんとのツーマン。ゼストですよ。あ、もう、読んで、言ってる。言ってる？そう、音まだね、出てない。あ、シャキ好きだぞ、シャキも好きだぞ。ちなみに誰だ、言っていいよ。いや、これで外れてたらの気まずさ半端ないでしょ。飲みすぎて酔ってた時、サキちゃんの、さきちゃん言いすぎ、さきちゃん嬉しい、ああ嬉しい、嬉しいな、明日会えるしね、嬉しいな。結婚式だよ、じゃあワールドカオスね、調子乗りすぎだよね。XYZ こんばんは、どうぞ。気が向いただよ、すごく待ってる。今年行けない分、来年チェキ取りに来ます。え、今年行けないの？え、今年会えないの？必ず差し入れ2つ持ってきます。お願いします。楽しみにしてるんだ、あれ。調子乗りたいけど乗らない。え、乗ろうよ。乗ってこ。朝日奈のショールームは調子乗っていいショールームだから。関様に舐められた明日仕事、頑張って仕事。調子乗んないいただきました。なお、時も、おー、仕事って言ってる。生きても土日だから。って書くとメモられる。そうだよ。ただもう、メモってるから。でしょ？行けても土日だから、
だからね、まあ今日は寝ちゃったとして、土日だから19日の土曜日エイジア15時からと日曜日のスペースオットで、まだこれが時間出てないのでお楽しみに。でチェリガさんとツーマンが27日の日曜日、ゼストです。ジュン土日だよ土日だよ、土日。なんかこの間廊下でガコンって音がしたんだけど、怖い。シャキ見に来て、絶対嫌だ絶対嫌だ。お化け屋敷とかマジ無理だもん。女の子になりたい女の子だよ。今まで地球前払いじゃなかったから気軽に行って支払ってたから、なんかまだその癖が取れないの。そう、前払いとかあるからね、最近ね。あ、それでも気にせんよ。気まずいわ。名乗れ、名乗れ。今、ちゃんと喋っ、今日、ちゃんと喋ったことない？あ、うん、そう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 ね。ねえ、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 ねえ。そう、ちゃんと喋った。喋ってた、喋ってた。来年審査までいっぱい取りに行きます。マジで待ってます。マジ？来年からしか会えないの？ピエンよ、ほんと。ちゃんとシャキ様との約束守ってますよ。素晴らしいですね。え、調子乗っていいの？そう、調子乗っていいよ、これ。うん。え、調子乗っていいショールーム。これはキリ。優勝だよな。調子乗ってんじゃねえか。調子乗ってんな。ちゃんと覚えてますよ。逆に覚えてるかね。覚えてるかね。どうだろうに。じゃあ子供の名前言わなきゃ決めとこうぜ。チロチロだ。いけるか、先に会えるか。お楽しみ。待って。ちょっと。ちょっと。ちょっとちょっとちょっと。あ、27日のチェリガさんとのツーマンはマジで激アツなので。もう本当にチェリガさんのパフォーマンスも最強だし、TA のパフォーマンスも最強が、もう最強と最強がこうやってやっていくと最強になるので、本当に。14時から会いに来てください。ゼストです。にみそめせんべいとほんよっぴーってことで、楽しみにしてますよ、Y Xbox Z。そう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 、あのね、そう、チケの申し込みフォームはあるのそうあるんだけど、そう、詳細がまだなんだよね。おかげでみんな友達みんなさきさんのこと覚えたよ。やったー、連れてきてね。名乗るぞ、初見です。はいはい。セキセキで何のお話するの？え、いろんな話するよ。アニメの話とか、好きよ。アニメ好きよ。あと、筋トレ。いろんな話しよう。セキさん、セキちゃん、朝日奈さん、今日の髪型、切り好み合わせたということで。あー、調子乗ってんな。しかもさ、切り好み。切り何でも好きやん。朝日奈の何でも好きやん、キリ。お金ないと、ないのとほとんど仕事です。あれ、でもあれだよね。生誕か、どっかなんか来るみたいな、言ったよね。おいでって言われたら、チェック追加。忘れるな。おいでよね。僕の子供の名前は男の子だったら恭平、女の子だったら先にするけどいや、それ調子乗ってんのかな。うんえ、嬉しい。それ嬉しいじゃね、嬉しいじゃね。いや、男の子はなんかもう何却下だけど。TAEA 興味ないの、妻の楽しみ。あ、めちゃめちゃ楽しめるよ、
めちゃくちゃ楽しめる。連れて行くな、ちょっと。みんな解散。あ、そうなの？あ、だから行ったのか。あ、なるほどね。なんか一緒に行ったんじゃないんだ。なるほど。何の話したっけ？え、めちゃくちゃいろんな話したよ。そう。ティア関連の画像作ったの、シャキーバースデー画像。そう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 。そう。そう。あと、あの、イラスト、イラスト。イラスト着たいっすね。あ、今日だー！いや。いやいやいや。どう？カナエの生誕はどうですか？獣。どうですか？16日。キースタ。これ楽しいわ。楽でいいわ。確かに。何でも好き。シャキが好き。そう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 。シャキが好きなんだ。だから朝比奈の、朝比奈は何でも好きでしょ。朝比奈の髪型何でも好き。チゲラーエラーで予約できなくて、今苦戦しながらチケットで予約できるように。しようとしています。もう本当に、なんでエラー出ちゃうんだろうね。あ、待ってくれ。え、ちなみにいつ生誕？僕と約束忘れてるから、チェキ一枚かもしれない。あと気分による。え、じゃあめっちゃデレデレしよう。まあ、あ、そうだね。タイミングも重要だね。子供の名前。女の子だ、さっき。男の子だ、ゆきだ。あー、いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。俺、一人だけ。あ、現地集合、現地解散、寂、あ、ねえ、そういうのさ、寂しいよね。なんかさ、例えば、なんか、朝日奈もそうなの。なんか、専門のお友達が、みんな固まってるの。そこの地方に。で、朝日奈だけ一人違うから、なんか解散するときも、もう朝日だけ違う方向に帰るみたいな。悲しい。悲しいやつ。悲しいやつですね。話した内容覚えてる？覚えてらん。緊張しちゃったのかな？緊張しちゃったのかな？つまり漁師さんの家庭では、あー、気まず、気まずな。シャキがね、ははは。シャキさんの髪型ショートしか勝たん。そうなの。朝日奈はやっぱショート。いや、さすがにヘッド、スキンヘッドされたら心配になるからやめてね。え、でも、なんか、あのね、高校の時にすごくやばくて、朝日奈。女子校で、なんか先生も、なんかいい人たちなんだけど、過保護すぎて、女子校だから。で、なんかもう、ほんとに、なんかもうね、やっぱり、なんかもうツンツンしてるのよ。ツンツンしてた。で、そのある時、こう、髪の毛が、すごいなんか、邪魔な時期があって。で、あの、帰りの会の時に、先生に、なんか、すいません、スキンヘッドは、こう、高速破りですか？みたいな質問してた。あ、坊主にしたいんですけどみたいな。そう、あ、証だと思ったね、赤髪だと思った。えぇ、ー、子供になることは悩み次第。うるさうるさ。デレデレしようって言っといてできるキャラではない。え、頑張ればいけるよ。あ、ね、27のアルタはねまだないよ、予約。27のゼストワール。あーね、ちょっと16仕事なの？ 19 時から、19時から、19時からライブだよ。間に合い。楽しすぎたから余計に寂しかった。あー、そういうのあるよね。最初の枠撮ったらめっちゃ喋った。撮ってからめっちゃ喋った。うん、マジで楽しかった。もうほんとね、いい夢見れそう。あー、推しメンが好きヘイトになる。そう。え、なんか髪質改善したくて、その時だから本当に坊主にしたい。今もしたい。でも実は朝日奈さん過保護の、朝日奈さんは過保護の先だったんですか？そうです、過保護だったんです、学校が。そう、なんかもう一クラスしかなくて、一クラスしかなくて、クラスの人数が21人とかだから、めちゃくちゃで、中高一貫で、中学生は
3人とか2人とか学校だった。そう、先生もやばいのは今で始まったことじゃないです、冗談です冗談ではないかもしれないけど、うん、ね、え、でも聞くときもちゃんと通勤しない、本当に、え、ちょっとやっていいっすかみたいな感じ、この感じで言った。何かあった疲れた、え、まあね、楽しすぎるとね、疲れも来るからね、いい疲れなんじゃないでしょうか。ボスまでならベリーショートってやつだよね、許せるえ、おうおうおう、坊主にしてカツラかぶる、デレデレさせてやる、そんな僕にそんな力大丈夫だよ大丈夫だよ、頑張ってこ頑張ってこ、今、あ、そう、一人今日初めての聴衆もらえなかった、そう、まだ全然よ、ちょっとまだまだよ、用事頑張って、調子、あ、熊吉、今日ありがとう、今日もありがとう、ちぐら今日の、あ、昨日のイベントで TSG になりました、早く DNI です、嬉しい、サビさん、サビさん嬉しい、昨日のイベントでマジで嬉しい、もしよかったらルームフォロー、ツイッターフォローよろしくお願いします、してくれてるねさっき気になったのね、理由言ったことあったっけ、おー、ないかも、試験ですじゃないね、なんか可愛い子いたので見に来ました、ありがとうございます、今日もありがとう、明日もありがとう、明日も大好き、よろしくね、いや、もちろんそうよ、今日もありがとう、明日も大好き、よろしくね、あ、やばい、よろしくね、よろしくね、その応援もらってもう困る、山本ちゃんが出すぎるけどじゃない、あ、確かに、けい、こんばんは、こんばんは、やばいな、かわいいな、ありがとう、あのリブカ帰ってきたな、したやんしたやんしたやん、甘さになればスキンヘッドになる、ね、アマさんってね、スキンヘッドなんだよね。マジ。え、めちゃくちゃ綺麗じゃない？あの、ツルツル。応援してるところが1位だったので。あ！浮かれたまま。浮かれたまま。ね。ちょっと明日のね、連敗中ね。ね。早く先に会いたいですね、本当に会いたいです、会いたいです、本当にね、え、ライブするだけ、年末年始、あ、やるよ、ライブ年末年始、え、あ、でもなー、どうだろうな、休みとかぶっていかない、ね、な、あれ27が、あれ、はしごライブ。あ、そう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 、また切ってる、また切ってる。あ、明日のね、明日、そういえば明日の、時間とか見ないで買っちゃったけど、明日、明日ね、明日は、17時20分からです。17時20分。年末年始ってさ、31のこと？あ、ちゃ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 。31、1日のこと？あ、ありがとう、大好きよ。さっきも
大好きよ。あとね、明日終わればね、次かなえの生誕祭なの。マジそう、生誕祭だから見に来てね。かなえの応援しよう。生誕祭プラス TA 女子のワンマンライブなので最強に楽しいよ。もういろんなこと考えてる。あ考えてるは考えてるけど、いやこの考えてるはマジでその場にいないとわからないかもしれない。かもしれない。年始は無理だ。1月2日。ああマジ？今日でもああ美味しそうだったあれマジで。俺見れないやん。見れるよ。頑張ろう。見ろ見ろ見ろ。俺の場合だと。ああ、29。31日で配信する。現場はないかも。うん、現場はないかも。露天風呂行けば食べられる。そう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 。そういうこと。生誕の話いろいろつついたら、くせそうだから攻めよう。やめてやめてマジで。え、でもマジで、来たらわかる。今回。え、マジで。え、ほんとにマジでマジで。いやー、言いたいけど、言えない。言いたいけど言えない。かなやんセーターのここ注目してもらいたいところではありますが、まず、そうね、前も言ったけど、その、セトリを、そう、ちょっとかなえの意見もこう取りつつ、その、ソロの後はこの曲がいいとか、そういうこだわりも聞いて、聞いた上で、かなえと、かなえのソロ曲をイメージした。セトリになっております。ここ見どころです。もうまずセトリの全部が見どころ。だから世界観を伝えたい。朝比奈はこのセトリの、そうだから、なんかちょっともしよかったら物販とかで、物販あるので、どういうのをイメージしたのって聞きに来てほしい。もう本当にあれ配信は、ああそうなの？あ、飲み会か。じゃあトイレに引きこもってちょっと見て。すげー来ました。ありがとう来てくれて。オレティ生誕楽しみだね。あんなことやこんなこともするんだな。なんだっけ、ちょっと口滑らすな。かなえちゃん生誕いけないかな。いやマジで泣いた。本当に本当に。あとちょっとやばい。めっちゃいい。もうね、マジで。来た方が本当にわかる。ね、年越しはジャンプするか、勉強するか迷ってる。ジャンプしよう！この間の瀬戸流のことは言ってくれたけど、どんな楽しみって忘れてしまって。え、なに？この間の瀬戸流のこと言ってくれたけど、なんだっけ、なんだっけ、なんだ、この間のセトリ、この間のセトリ、スーケシー来たー来たー。スーケも行こうね、生誕。スーケもカナエの生誕来ようね。キリー連れてきてください。ことごとく生誕いけない。ほんとに泣く。来年こそは。あとね、1月4日からね、ゆきなの生誕があるので、まあ、そこから始まってもいいと思うよ、こばは。朝比奈の写真屋さんで頑張りますんで、許して。ほんとにー、ちょっとほんとによ。朝比奈の写真屋さんになるな、みたいなツイートしてたもん。
もうびっくりしちゃって、あれあれ、朝比奈さん、朝比奈さんの写真屋さんはどこだってなった。本当に。この間、金谷の世代語と話したやん。そのことよ。この間、瀬戸利のこと言ってくれて、あ、そうそうそう、だからその瀬戸利。そう、瀬戸利が、こっか、あれから始まって、あれ、終わるみたいな、そう。そう。もしジャンプしたら、俺、年越しの瞬間、地球にいなかったってしつこく言うけど大丈夫。大丈夫だ。もう、なんでも来い、なんでも来い。いとこが出かける夜中に、いとこの、こう、子供連中が寝れば見れるかも。あー、見て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 。めちゃくちゃね、楽しい企画を考えているからね。あ、そう、写真屋さんね、初見かよ。おい、初見かよ。この部屋、本当だよ、初見かよ。でも、毎年子供たちと一緒に楽しんで、帰ってみたら怒られてる。そう。あさりやさん、キリの扱い、ゲームローになって受ける。まあね、まあね、まあね。いやもうやっぱりね、長年も一緒に連れ添った仲だから。わかるよ、もう。わかるよ。もう本当にわかる。もう。ね、でもさ、それこそさ、キリーとさ、最初さ、マジでさ、あれだったよね。なんか、今思ってさ、マジで面白すぎるやつね。ね、一回でこういう話が入るっていう。まなんか昔はやばかったよねみたいな二人の関係やばかったよねみたいな感じで俺は初見扱いしてくれますか、しません、あ、こんばんは、初見です、初見じゃないです。行ってみたいな、ああ、じゃあもしよかったらね、直近のライブが明日の14日月曜日デニーさんであるんですけれどね、じゃあラクーさんが主催となっておりまして、そう、17時20分からそうですね、ライブがあるんですけれども、予約がねもう締め切ってしまったということで、もしかしたらね、もしかしたら当日が出るかもしれないということで、わかんないんですけれど、そう、出なかったらすいませんということであるので、ぜひ会いに来てください。はい、初見さんのキリーさん。あ、こわー、初老です。あ、どうもどうもどうも、先ほどありがとうございます。なんかね、強いよ、なんかこれ優勝、キリー優勝。調子乗んな、調子乗ってんな、誰の限界が変わればやばい、変わればやばい、変わればやばいよ。でもね、熊吉ともね、もうそういう仲じゃないですか、やばい。ね、いや、ね、いろんなね、方々といろんな仲があるんで、ね、もう本当に嬉しい限りですよ。人と人とのつながりがね。最初の方は朝比奈さんと仲悪すぎて、今思い出すと面白い。そうなの、そうなの、なんかさ、それはさ、なんかキリと朝比奈にしか成り立たない仲だよね。マジでね。なんか押しと仲悪いって何って本当に思う。お、面白すぎる、マジで。あ、僕とも仲良くなってください。もう本当に、もうおいでおいでおいで。おいで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 。早く会いに来いよと、それはそう、そういうことよ。待ってるわ、本当に。そういうのは高しくお願いします。やっぱりそういうなかったよな、なんかやっぱり最近の時にね、また話そうね。シルゴにしたら、アラフォーのリョージェス、以後お道に置きよう。いや、それ調子乗ってないんだよな、調子乗ってない、全然調子乗ってない。ちょ、待って、おいで、俺もおいでおいでされたことない。あー、それはまずいな。なんだよ、嫉妬。今酔い。めっちゃ酔ってんな。多分これみんな酔ってんじゃね。
みんな酔ってそう。みんな酔ってんじゃん。ということで、じゃあね、酔いながらね、こう、金の生誕来るということでね。ちょっと待って、そういう中、気になるんだけど、俺もそういう中になれますか？なれますよ、なれますよ。なれますよ。でもね、両親もね、言うてね、なんか、いろんなね、こう、いろんなことをね、こうね、くぐり抜けた中だからね。朝日奈さんの可愛さに酔ってます。いや、もうそれは調子乗り発言と認定されません、それは。私は、朝日奈に酔ってますよ。いや、カタカナ調子乗ってんな。読みづらい。非常に読みづらい、カタカナ。読みづらいよ。はい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 。朝日奈さんの朝日奈さんの可愛さに酔ってます。ウインク、抱きキス。いや、それは調子乗ってる。それは調子乗ってる。本当にウインクからの投げキスは本当に調子乗ってる。しかも絵文字とかじゃなくて、それをカタカナ表記で、しかもこう半角だしね、読ませるっていうのはまたね、調子乗ってるね。いろいろくぐり抜けたって何のことですか？好きです。あ、カタカナね。これね、調子乗ってるカタカナ。絵文字もちょっと調子乗ってんね。いや、いいね、やっぱりね、調子乗ることはね、大切なことだからね。みんな調子乗ってこ。はい、ということで、あ、明日のね、電波市、あれなので、ナースなので、ぜひぜひ、ゲットしてください。ぜひぜひ、ナースで。あと、ちょっとね、ナースね、新しいの買おうかなって思ってて、もしかしたら新しいナースが手に入るかもしれない、みんな。だからちょっと電波一ゲットしてくれ。なんだっていい？乗ってたら、調子乗ってたら、その絵文字使わない？逆だろ？使うだろ？それ。じゃあ明日現場でチェキ取らなくていいか。それとはまた違いよ。また別だよ、本当に。それとはまた別。だって、現場で取れなかったら喋れないからね。それは別です。別ということで、2といえば、2番が12月27日にあるんですけれど、チェリガさんとのね、2番となっております。マジで、本当に。チェリガさん本当にパフォーマンスがマジですごいので、まあ、TA 女子もね、それに負けじとすっごいパフォーマンスをするので、マジで予約がもうできるの で、ちなみにオープンが13時45分からで、スタートが14時からです。そうで、14時からオープニングで、14時5分から TA 女子とかなってるね。あ、2回やるんで、ライブ。マジで見てきて。最強だよ。最強。で、物販が15時30分からです。そう、チェリガさんとのツーマンは熱いよな。マジで熱い。マジで激熱なので。そう、どんだけ好きかアピールになって。確かに。朝日奈さん、打てます。銃も打てます。バンバンバン。別なのか。無理やり持ってくるな。そう、朝日奈のナース見て。ゲットして。そう。チェリガさんとの妻は盛り上がる。確定やん。そうなの。しかも、久しぶりのゼストさんで、ライブなので。秋葉ね、秋葉原、ゲストさん、
最近朝日奈営業うまくなって予定狂うな、好きです。いや、ほんでも本当にマジで激アツ激アツなの、27日。しかもその後夜も現場がね、アルトさんであるので、もうはしごできちゃう。しかもはしごできちゃうよ。一番先買おう。10枚買おう。あ、落ちちゃった。10枚買おう。コスミックと、あ、いや、コスミック大丈夫だよ、大丈夫だよ。まあ、でもコスミックと間違えてもそこから走っていけば着くから大丈夫だ。そうなの、2現場回すのね、マジだね、めっちゃ楽しいよね。え、めちゃくちゃ楽しい。わかる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 。そうだから、そう、最高な日になる27。もうね、予約できるから。夜の方はまだ予約できないけど、お昼の方は予約できる。だからもう昼間からぶち上がっていきましょう、みんなで。朝日奈のナース、朝日ナースうまいな、うまいな、ちょっとうまいじゃないか。ということで、はい、旅行こんな楽しんでたもんね、はい。いやー、マジで本当に12月は来てほしいライブがありまくりすぎて、やばいまくる、本当にやばい。あ、すいません、失礼しました。マジでおすすめのライブがありまくりすぎてやばい。だって明日も久しぶりの楽友さんだし、やばいし、で、カナエの生誕でしょ。で、からの18日はサウザーズクラブさんからのミントホールなので、ここはしごライブで、しかもサーキットだから予約が3000円なのね。で、ワンドリンクで、例えばサウザーズクラブさんで3000円で、こうなんかもらうから、こういうの。だからワンドリンクでミントホールも見れるっていう。もともと普通だったら1現場の料金で2現場分楽しめるのよ。そう。でも時間によっては1現場でも全然楽しめるので、最高なライブをするのね。公開ない、両方来ても公開ないし、どっちか来ても公開ないので、最強ですよ。もういろいろ、もうほんとすごいよ、すごい、もうすごいすごいすごいライブがある、ほんとに。あ、大変だ。レニーなんだよね、明日。そうなの、レニーなの。そう、レニーなんだよ。来てほしいのよ。あ、みやび、どうも、こんばんは。久しぶりね。ミドホールも楽しみすぎる。朝日奈も楽しみ。初箱だしね、TA。マジで楽しみ。ワンディーは誤差。リスゼロ。そういうことよ。そういうこと。いや、最近 TA さんは、チケ代余裕でペイできるような、それぐらい楽しい。嬉しい。嬉しいな。嬉しいな。本当に。もっともっとね、そう思わせるように、精進していくので。ぜひ見てみてください。もう目離さないでください。目離すなよ、目離すなよ。ミントホールではミント振らないといけないと聞いたんですけど、何言ってるんですかね。ミント振るの、これで見に行きたいな、風に。羨ましいな、本当に。待って、引っ越してくよ。戻ってきちゃう、もう熊吉、もう戻ってきちゃう、戻ってきちゃう。ね、レニーってね、新宿にあるんだけど、都庁駅
庁駅。都庁駅歩いて行けるよね、レニ。レニ。都庁駅。都庁前。都庁前、都庁前。都庁前、都庁前、都庁前。あれ、あれだよね、都庁前、都庁前、都庁前、そう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 。都庁前で降りて歩いていける、地下、地下潜って歩いていける。今日、明日行きたかったな。マジで宮城来てほしかった、久しぶりに宮城行ってほしかった。え、もともと行けるつもりだったの、宮城。普段からポジティブなことしか言わないから伝わってこないかもしれん。今、MRTA、これまでで一番くらいモチベが高い。え、嬉しい。え、嬉しい。え、もうね、そのね、モチベね、もっともっと上昇させるつもりなので。あはははは、5部屋と。わかった。赤いラブを超えたらすぐで。あ、そう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 。赤いラブ。赤いラブ知っててる。知ってればもう簡単よ。赤いラブ知ってる？東京、あ、新宿駅からでも歩いて、あ、うんうん、そう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 、そう、行ける、歩いて行ける。初めて行った時、新宿はそうなんだよね。自由にさまようのよね、あれね。マジ引っ越したいよ、こっち飲み屋少ないから。いや、飲み屋でしょ。朝日奈に会えないからでしょ。ね、でも本当に、マジで帰ってきてほしい。大江戸線の、都庁前。そうそうそう、都庁前駅。そう、マジで帰ってきてほしいな。ということで、そろそろ お開きにします。お開きにします。ということで、ね、明日ね、明日レンリーさんであるので、ぜひ会いに来てくださいね。それされなければいけたのに。あ、そうなの、みやび。ちょっと16日待ってるね、みやび。その分の16日。飲みや。スナックアドリナいつオープンするんですか？とりあえず明日ですね。明日オープンしますよ。そう、終わっちゃうよ、もうそろ。もうそろ終わります。そうだね。終わっちゃいます。まあね、朝比奈が、もしスナックを開いたら、朝比奈が最初に倒れるから、もう、お客さん相手とか、もうみんなに任せる。ということで、今日ね、今日の日付変わって、今日、月曜日の、レニンさん、17時20分でからお会いしましょう。皆さん、星投げ、カウント、コメント、ありがとうございました。また会えますように。まあ、とりあえず、明日ね。明日楽しみにしてて。ということで、以上、とりあえず集まった女子、歴史的女子の君のいたんと、朝日奈沙希でした。バイバイ。